皆さんこんにちは、シニアソムリエの川島明美です。ブルゴーニュコートドールの村巡り、ポマール村のご紹介です。ボーヌの南に位置するポマール村は赤ワインのみが作られています。コートドボーヌの地区で赤のグランクリュは唯一コルトンだけですが、それに次ぐ素晴らしい赤ワインが作られています。グランクリュはありませんが、畑の3分の1がプルミエクリュです。ポマールのワインは歴史的にもブルボン王朝初代国王アンリ4世や4代目ルイ15世といった歴代のフランス国王が暗飲していました。またフランスを代表する文豪ヴィクトール・ユゴーも愛したワインです。ギュスターブ・フロベールの小説ボバリー夫人の中にもポマールの名酒ぶりが褒め添えされています。ポマールにあるシャトー・ド・ポマールは18世紀にルイ16世の側近ヴィヴァン・ド・ミコーによって建てられ、宮廷用のワインが作られていました。石垣に囲まれた20ヘクタールの畑やワイン博物館、美術ギャラリーも備え、レストランも新たにできて観光名所になっています。ポマールはラバンドゥヌ川が作る谷によって南北2つの丘に分かれています。ボーヌ川にあたる北側の有名なプルミエクルはグランセブノとプチゼブノがあります。ボルネー川にあたる南側の有名なプルミエクルはリジュアンで、濃密なパワーのあるワインが作られています。一般的には北側はしなやかで女性的なバランスが良いタイプ、南側はパワフルで男性的なタイプと言われています。ポマールのワインはコートドヌイのジュブレーシャンベルタンに匹敵するほど力強く、若いうちはしばしばそやに感じられます。ワインが若いうちに飲まれる現代においては、以前よりもポマールは過小評価されていますが、熟成を得たポマールの艶めかしさには当然とさせられます。熟成によって進化を表す頑固な赤ワインです。ドメーヌ・パランのポマール2016をご紹介します。パラン家は1600年初頭まで遡ることができる由緒ある家庭です。有名なエピソードは、独立宣言の起草者で第3代アメリカ大統領を務めたトーマス・ジェファーソンがフランス大使だった時、ブルゴーニュ地方に立ち寄り、パラン家のワインが気に入り、かなりの量をアメリカに運ばせたことです。1953年ジャック・パランがドメーヌを引き継ぎ、現在はジャックの娘アンヌとカトリーヌが12代目当主となっています。アンヌはブルゴーニュの女性生産者協会の会長も務めています。先祖から受け継いだ歴史ある畑を最も自然な形で表現するため、有機農法を実践しています。目指す方向性は、力強さ、フィネス、エレガンス、果実味、酸のバランスの取れたワインで、一番重視しているのはテロワールの個性の尊重だそうです。ドメーヌ・パランのポマール2016年です。パランの当主アンヌはブルゴーニュの女性生産者組合の会長をしているため、何度も来日しています。いつもステージの上に座って、とても貫禄のある女性だったイメージがあります。パランの当主アンヌの兄フランソーはボーヌルマネの名門グロ家の娘アンヌ・フランソワーズ・グロと結婚したため、ドメーヌ・アンヌ・フランソワーズ・グロを設立しました。赤みが強く濃いルビー色をしています。熟成により縁が少しオレンジがかっています。成長度、粘性も高いワインです。ブラックベリーやカシスの香りが最初にしました。口に含むとアタックがとても柔らかく繊細な味わいです。後味に強いタンニンと複雑な香りを楽しむことができます。
もう少し熟成させて楽しみたいワインです。